お前が後手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、初段の方ですね。さあ鬼殺しやっていきたいのですが、ご機嫌中飛車が得意戦法でしたね。5筋を反撃していきたいところですね。行きましょうか。これは山取るか。どうだ、これで取られて、取られて2二角。本当は桂馬が飛んでればもっと良かった。あれ、まだわかんないですけどね。ただのあれか。さあこれがどれぐらいきついか。いやー、どうだろう、これですかね。これでこの歩を取らんかったら重くなりますね。2分30秒。といて、これ金、あ、そうですね、こう金来たらどうしようと思ってたんですけど、これ王手して、まあ銀で取るっていう手があるかもしれない。そうですね。で、なるかならずか。で、これは取れない。いやー、これで飛車は取れる。ただこの瞬間ですね。2分。この瞬間こっち詰めろかけられてるんで、かなり、この歩は打ちたくなかった。正直この歩は打ちたくなかった。いやー厳しい。かなり厳しい。狭いですよ。この瞬間か。桂馬が、銀が桂馬で、1分30秒。いやーやばいか。
ギリやばいか、これ桂歩成でもまあ馬で取れるんですが、いやこれでやばいか、うん、そっちはギリギリ助かってるか、これはギリギリ助かってますね。さあこれで、まあ、こちら大優勢となりました。ただえっと1分、えこれ受け間違ったらやばいですよ。そういう罪？あ、罪か。桂打ち、9五角。ん？それは。上がるか、上がれば大丈夫、上がれば大丈夫。さあ逃げ切りました。30秒。時間切れ、いや時間切れですが、なんとかこう逃げ道を間違わなかったかなと思います。よかったです、ありがとうございました。お前が先手だ、よろしくお願いします。それでは相手の方、2級の方ですね。さあ早速鬼殺しやっていきましょう。んー、ここは受けて端歩ついて、お横歩取ってきましたね。あ今の瞬間桂馬取れますね。これただこっち一瞬歩切れなんで、この瞬間ですよね。これはいける。で歩垂らされて、あー助かりました。さあなんとか助かってる展開。それは、大丈夫ですね。取り込まれたら、こっちも歩で押さえて、これは勝負に来たか。2分30秒。なるほど。もう打ちますか。お、さすがの腕前じゃん。これ罪なんですね。やつ、気づきませんでした。ありがとうございました。